フランシス・ボーズ・セイアーシニアはアメリカ合衆国の政治家。1885年4月30日、セイアーはペンシルベニア州サウスベスレヘムにおいて鉄道技師ロバート・ヒーシャム・セイアーの息子として誕生した。セイアーは1909年にウィリアムズ大学を卒業し、1912年にハーバード大学法科大学院で法学の学位を取得した。 セイヤーは1912年にニューファウンドランドのラブラドルに渡り、ウィリフレット・グレンフェルの医療活動を補佐した。1913年、セイヤーはニューヨークの地方検事補となった。1914年、セイヤーはウィリアムズ大学の学長補佐に就任した。1916年、セイヤーはカーネギー国際平和基金の出資を得て、ウィリアムズ大学で 国際法の過程を創設した。セイヤーは、ウィリアムズ大学で1918年まで国際法の教職を務めた。1917年6月、セイヤーは、ウィリアムズ大学を離れた。セイヤーは、フランスのキリスト教青年会に、わずかな期間参加した後、ハーバード大学法科大学院での教職を受理した。セイヤーは、国際法、海事法、刑法、 労働法を担当し、1934年まで教職を務めた。1933年11月17日、セイヤーはフランクリン・ルーズベルト大統領から国務次官補に任命された。セイヤーは同年11月27日に着任し、1939年8月7日まで国務次官補を務めた。 セイアーは1939年から1942年までフィリピン高等弁務官を務めた。1972年3月29日、セイアーはワシントン DC において死去した。1913年、セイアーはウッドロー・ウィルソン大統領の娘のジェシー・ウッドロー・ウィルソンと結婚した。二人は同年11月にホワイトハウスで挙式を行った。二人の間には、 フランシス・セイアー、エレノア・セイアー、ウッドロー・ウィルソン・セイアーが生まれた。セイアーは1837年にエリザベス・エヴァンズ・グレーブスと再婚した。ありがとうございます。